こんばんは。今週も始まりました、ビバ地球の贈り物。このコーナーでは地球が私たちに残してくれた大切な資源、自然をもっと真剣にもっと真面目に考える新感覚の情報バラエティです。私は岡安商事のりょうちゃんとアナリストである青山慎吾さんでお届けします。青山さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、今日のお題は何でございますか？はい、今日のお題はこちらのグラフに関係しています。はあ、はい、何だか分かりますか？ロブスターだから、これもしかしてエビとかじゃないですか？エビ、エビ、あ、冷凍エビの話ですか今日もしかして？じゃあですね、はい、あらまこれはどうでしょう？これは、あ、分かりました。はい、ロブスターといってエビを連想する方多いんですけれども、はい、実はこのグラフは、世界で生産されているコーヒー豆の種類を表しているんですね。はい、コーヒー豆ですね。そうですね、コーヒー豆なんです。分かれない。はい、コーヒー豆の、三大原種、アラビカ、ロブスタ、まあ、リベリカという種類があるんですよね。はい、まあ、アラビカ種は、まあ、主にですね、はい、リベリカですね。はい、はい、で、まあ、こちらコーヒーの生産地域を表しているんですけども、このコーヒーベルトと言われるこのちょうどこの辺りですね、この一帯で生産されております。まあ、アラビカ種は主に南米、ロブスタ種が主に東南アジアというような産地になってますよね。はは、まあ、僕は毎朝コーヒー飲むんですけれども、やっぱりりょうちゃんはコーヒーよく飲みますか？はい、私は毎朝会社で飲んでおります、はい、しかも超高級ブルーマウンテンを飲んでるんですけど、はい、ブルーマウンテンは日本語で直すと青い山になりますから、はい、青山ですね。はい、うん、そうきましたか。でもたまにブルーマウンテン呼ばれますよね。ですよね。はい、はい、ではそのブルーマウンテンですけれども、原産地はジャマイカになってます。この辺りですね。おお、ほう、はい、しかもこちら拡大をしてみますと、これジャマイカの地図なんですけれども、うん、この赤く囲んである部分ですね、こういう非常に限定された地域でのみ生産されているんですよね。なるほど、これ右端っこのブルーのところですね。そうです、まあ、これを拡大しているのがこの辺りということになってます、うん、でこちらのブルーマウンテン山脈という山岳地帯で栽培されているんですけれども、はい、ただし本物のブルーマウンテンは標高800m から1200m という非常に高地で生産栽培されたものが本物のブルーマウンテンと言われてるんですよね。なるほど。ですから同じ地域で生産された豆であっても、 800m 以下のものは本当はブルーマウンテンという名前をつけることはできないんですよ。へえ、はい、じゃあ私が毎日飲んでいるブルーマウンテンはやはりそういう高いところで作られているということになりますね。ところがですね、ところか、はい、統計ではブルーマウンテンとして輸入されている豆の量よりも、はい、お店でブルーマウンテンとして売られている豆の量が実は3倍も多いという統計もあるんですよね。でもしかしてりょうちゃんが毎朝飲んでいるブルーマウンテン、偽物のブルーマウンテンかもしれないんですね。それちょっとないでしょ、はい、本物のブルーマウンテンは1キロ5キロから10、1キロ5万円から10万円するって言われてますからね。そっか、はい、いやー、ブルーマウンテンってすごいや。すごいですね。それじゃあ最近のコーヒーの値段はどうなってますかね？はい、ではこちらをご覧ください。はい、こちらのアイス、インターコンチネンタルエクスチェンジで取引されている、アラビカ種のコーヒーのチャートですね。ほうほう、冷やしになっております。で、まあ、見ていただいて分かりますように、ん、かなりこう今下落基調になっていますよね。そうですね、珍しいですね。はい、これは、まあ、世界1位の生産国であるブラジルの方が今年かなりの豊作ということで、はい、相場の上昇を抑える格好で下落基調が続いています。なるほど、はい、まあ、アラビカコーヒーに関してはもう若干しばらく下落基調が継続しそうな感じがしております。珍しい、商品だと金やガソリンなんかみんな上昇相場なのに、はい、下方なんて珍しいですね。そうですね、はい、じゃあこのコーヒーっていうのも相場ライブで取引できたりするんですか？もちろんできます。あ、なるほど、はい、じゃあもう相場ライブでは何でもできるってことですね。はい、何でも取引いただけます。はい、コーヒーがぐぐぐっと身近になりました。でも皆さん、やっぱり美味しいコーヒーはきっと今が買い時でしょうから、安いうちにどんどん買っていきましょう。さて、来週のお題なんですけど、いろんな投資本とかでも紹介されている
シルバー、シルバーで行ってみたいと思います。よろしいですか。わかりました。いけそうですね。頑張ります。はい、青山さん、あの資源って当たり前のようにありますが、実は地球が私たちに与えてくれてる大切なものなんですよね。はい、地球に感謝しましょうね。そうですね、はい、今週の合言葉はポルトガル語で地球オブリガータ。